て秋田県民だけ、秋田県民の特徴。おー、秋田県民の特徴、秋田県民の特徴、はい、なんか県外から見たらなんでそれくっするのみたいな感じの、いろいろまとめました。行ってきます。はい、お願いします。まず一つ、納豆にお砂糖をかける。結構その秋田県、はい、の人は納豆に砂糖かけるって、うん、まあ結構多分多いと思うけど、うんうん、多いと思う。俺どめ食った時ね、食ったことないんだよ。まさかのここ言ってるけど、そういうこと言ってるけど、やったことないんですよ、ね、実はやった時ね、俺んちの人たちもあんまやんねえんだよな。やんねえんだ、うん、いや世代って分かんねえな。けど見た人、あのかける人はかけるよな、うん、多分かける人はかけるんだと思う。行ったら俺たちも県外の人の感覚じゃん、うん、普通に醤油かけて食った方がいいと思ってる派だから、うんうん、だから砂糖かけるちょっと若干謎の部分あるよ、ね、ちょっと分かんないけど、確かに。でもそれはでも多分秋田県民だけだと思う。そうだよな、秋田県民間違いない食べるから、うん、ってやつがありました。はい、どうぞ。はい、味道楽の砂糖みんなある。あー、あれ絶対あります。あ、大好き。味道楽の砂糖本当に大好き。味道楽の砂糖つら万能調味料、うんうん、万能つゆっていうのは何にでもいける。そうそうそう、つゆな、つける時もいけるし、うん、普通に炒める時でもいけるしね、うん、それこそ納豆に俺かける時とかにはちょっとだけピョッてやる。あ、ピョッてやる、うん、あ、納豆卵かけご飯にする。あー、やるやる、ちょっとやる、うん、あれやるやる、めっちゃくちゃいる。超わかる。そう、うん、それは一番ちょっと高いんだよ。他の万能ついより。ああ、まあでもそうだね。だから、あの割引の時に味道楽の砂糖買うって箱買いするとかっていう人結構いると思います。うん、そう、秋田には味道楽の砂糖という万能ついがあります。うん、ああ、もうぜひ県外でも絶対売ってるとこあるんで。ね。はい。次。はい。成人式真夏開催します。これはあるあるだと思いますけども、けど秋田市、だったら成人式は、そう、あの、うん、成人の日の冬なんだよね。やっぱそうなんで、そうそう、うん、けど他のエリア、まあ県な、俺ら県なんだけど、うん、ほぼほぼ真夏日に開催しています。湯沢夏です。そう、はい、みんなあれなんだよな、成人してから成人式やるっていう、そうそうそう、イメージね。そうなんだよね、だからみんな酒飲めるしっていう、うん、そうそうそう、成人の日か、うん、あの日はちょっとまだの遅生まれの人は、あ、そうだね、飲めないね。そう、まだ飲めない人だけど、うんうん、俺ら真夏開催で全員二十歳、それから21歳になった人がいるからもう全員飲める。飲めるね、飲めるね。それなんかあるよな、うん、ミニストップがない。これ秋田県の特徴だな、はい、秋田県民って、はい、まず秋田県内にずっと住んでるって方ほぼほぼミニストップ知りません。絶対知らない。だって俺大学で青森やったんだけど、青森で知ったもん。そう、俺も山形で知った。山形でしたね。そう、俺も青森でした。そう、バカにされて、え、ミニストップって知ってるって知らねえじゃん。俺も知らない。え、なんだミニストップって、まず考えた、うん、え、なんかミニストップってなんかドライブスルーのみたいな。そう思う。俺イメージそれだと思ったもん最初。ちょっと恥ずかしいよな。恥ずかしかった。だから仙台のミニストップ行って、このアイスとか食えるのがうまいんだよね。そう、美味しいんだよ。イートインスペースがミニストップちゃんとある。あ、そう、あるね。大きい、広い広い、うん、ミニストップっていうのがあります、県外には。はい、ありますね。あとこれ多分あんま知らない人いると思うけど、うん、あの全校集会とかで修例のピアノ、うん、でーんでーんでーんでしょ。夜夜秋田県だけらしいのよ。すごい。嘘。え、なんで。そう、わからん。俺らのその修例のピアノって必ずセットじゃん。え、絶対あった。全校集会の時とか、あとなんだ、ケースみたいな。そうそうそう、うん、その時あったけど、なかなかねえらしいね。意外だよ。絶対嘘でしょ。マジで。俺もわかんない。絶対嘘でしょって思うけど、なんかそうらしいっす。あれね、やっぱ秋田やっぱ規律正しいから。わからん。でもそういうことか。なんかあるんですよね。けどまあ秋田県のちょっとあの周辺エリアで多分やってるところあると思いますけど、やっぱ他のエリアのやってないところも。が多いらしい。東北とかでもやってないのかな。そう、だから俺だからしたらまあセットだもんな、修例のあの。え、絶対やる。でーんでーんでーん、絶対やってるって。いや、絶対やってる。絶対やってる。絶対やってる。いや、ちょっと知ってる人いたら教えてください。いや、ちょっとこれぜひね、欲しいね、らしい情報。靴、うん、靴履く靴あるじゃん。ズックって言う。ああ、ズックって言います。ズック、はい、これまあ秋田県とか他のエリアでもあると思いますけど、うん、まあ結構レア。うん、ズック忘れたとか言うよ。ズックって何って言う人が結構多い。ズックってイコールもう靴しかないじゃん。うん、だよね。ウジズック、うん、ウジズックだよな。もう言うの。ズック何ズックって。確かに今見るとズックって何って話よ。そう、あの幼稚園の頃とかさ、小学の頃ってさ、あのどっか体験しに行く時とかさ、うん、なんかしおりとかもらった時にさ、ウジズック、ちゃんと先生作ってるやつ、ウジズックとかちゃんと書いてるよな。ズックって書いてる。ズックって書いてるよ。確実にズックって書いてる。ウジバギって書いてないもんな。ズック、うん、ズックって書いてます。今はわかんねえ。今は多分ちょっと改正されたのかもしんないけど、変わってるかもしんないけど、みんなズックだと思ってたからズックって言ってました、うん、ね、今でも言うしな、ズックって。ズックって言うの。言う。さあ、ズック忘れちゃったよ。かわいいな、ズック。今も確かにズックってちょっと意味わかんねえ。意味わかんねえ。ズックってのがあります。はい、あと
生ハゲに怒られた時ある子供少ない、うん、これ多分県外からしたらマジかっていうところだと思うけど、うんうんうん、生ハゲってもともと秋田県男鹿市で行われたその生ハゲの、その行事があったんですけど、男鹿の行事でしかその家にズガーンと入ってきて大学は犬があるってやつが、まあ男鹿エリアの子供たちは多分体験してるけど、それ以外の子供っていうのは行事としてその生ハゲがないので怒られた時がないっていう、ね、だから俺もお前も怒られた時が小さい子、うん、怒られたないです。けどその音楽のその伝承感というところで言えば生ハゲの体験ができるから、まあ怒られる人あるかもしれないけど、普通に暮らしてて自分のエリアに急にガーってきて、そうそうそう、割り込みがーはねえな、ねえよ、うん、ねえ。だからそれは俺だからしても、うん、おそんなやつやったすげえなっていう感覚はある、うんうんうん、ちょっとむしろやられてみたかったよね、実際のこと。確かにちょっと面白いよね、やっぱね、うん、エピソードとしても生ハゲから怒られるっていう経験がなかった。ないね。そうか、うん、秋田県民でもない人が多いと思います、うんうん。これは多分俺らの大グレだと思うけど、うん、雪降った時、うん、学校に登校する時コート着ない、うん、着ない、あと傘もあんま差さない、うん、これ俺たちの時だったよな。あれなんでなんだろうね、わかんないけど、普通にもう絶対マフラーだと思う。そう、高校の時ブレザーだったけど、俺もブレザーだと思う。服って大体上さんなんかコートのやつ着んじゃん、うんうん、着ますね。けど俺ら着ないで、うん、着ない、もうそのままの状態で、まあ、マフラーは最悪、うん、そう、最悪マフラーして、なぜかマフラーして、あの手にポッケね、ポッケ手突っ込んで、こうやって歩いてるんで、なんか帽子とかも何もかぶんねえんだよね。ボールまだ野球部だったから、坊主のまま、うん、マフラーだけ巻いて、寒い中行く、ね、セカバンしょってみたいな。そうそうそう、うん、いや、めちゃくちゃ覚えてる、それは、うん、多分俺らの代、今だったら多分やってないと思うけど、うん、俺らの代、もろだったよ。そうだね、あれなんでなんだろうね。俺は、あれがかっこいいと思って、うん、俺は先輩やってらったから、あ、俺先輩やってらったから、冬はこうやってこういう格好なんだなっていうので、俺はもうそれのイメージだった。俺ちょっとかっこいいから入ってたんだ。ああ、なんか逆に着たらダサいよみたいな。あー、でもそれはあったのかな。俺ちょっとあったから今ちょっともう覚えてないけど、でもなんか俺はもう先輩がそういう格好で、まあ多分同じかもしれない、ちょっとかっこよかったから、ちょっとかっこよかったの、俺も、うん、そういう風な格好でっていうのは覚えてる。絶対着た方がいいのに、うん。中学校の時とかも着てなかった、多分着てなかったと思う。学ランに多分マフラーもしなかった記憶あるの。なんであれしなくなるんだろうな、あれ。ちょっと意味わかんない、ちょっと意味わかんない、謎の風習、うん、あったね、あったよ、あったあったあった。男子は特に、うん、男子は特にだと思います。はい、まあこんな感じかな、はいはい、こんな感じでした。なんか気になったやつありました？いやでもやっぱり俺、あのミニストップなかったのはちょっと、あー確かに驚きだった。今でもないだろうね、ミニストップは。あ、やっぱないんだ。うん、秋田県内はない。俺も県北の方とかあんのかなと思ってたけど、うん、ないんだ。ないない。だからミニストップね、だから仙台、青森さんもあんだっけ。あ、そう、青森ある。岩手はちょっとわかんないですけど、仙台、俺仙台の時行った時あるから、秋田県にも行ったらいいなと思うよな。あ、秋田なんかすごい、もう俺なんかセブンイレブンめっちゃあるイメージある。あ、セブン多いな。うん、セブンのイメージマジで。秋田は俺、あとな、秋田の人セブンよく使いがちもある。多分全然わかデータも何もねえけど、県内のコンビニ利用者多分セブン一番いや結構多い気がすると思う。セブン派多そう、うん、県南なんか急にセブン増えたじゃん。増えた増えた。そう、俺そっからもう大体行くとしたら多分ほとんどセブンだもん。やっぱり確かにセブン多そうだから、うん、周りもセブン結構行きがちね。で、なんでよって聞けば、やっぱ弁当梅からってやつと、あー、スイーツとかも美味しいしね。そう、食材いいから、うん、そう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 、それあるかも。あのカフェのやつも美味しい。あー、うまいね、うん、っていう人結構いると思うけど、どうですか秋田県の皆さん、セブン、うん、めっちゃ使うんじゃないですか。絶対使うでしょね。というわけで今回は終わっていきたいと思います。はい、終了。でーん、でーん、でーん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、これ絶対みんなやるって。わかんねえよな。なんで？